第10ゲームのブレイクショットです。まだブレイクでボールが入っていません。杉原プロ、ここでようやく入りましたね。そうですね、3番4番2つ入りました。6番が穴前にあるとはいえ、その間には8番もあって、すんなりとコンビとかキャノンとかには行きづらい配置です。これはセーフティーに行ったようです。1番を離して隠してきました。この試合はキックショットも非常に決まっている関川プロ。ツークッションですね。おっとファールしてしまった。しかもトラブルの9番を表に出してしまいました。ここでのフリーボールはかなり楽に見えるんですけれども、やはりまだ4つのボールの塊があります。そうですね、ただこれトラブル的なところはなくなったんで、これをランアウトして取り切っていくと6対4ですか。はい、分からなくなりましたね、ただここをもたもたすると逆に杉原プロも乗ってこれないんで、微妙に調整しました。タンクション際に手玉を残しています。難しい球を入れようという決断なんでしょうか。ロングショット決まりました。次はオレンジの5番です。通ってるんですかね。このアングルで見ますと通りそうですけどね、行けそうに見えますが、これでどうですか。入れ1本でいきましたね。もうギリギリだったんでしょうね、もう7の横。この6番薄くなるのを覚悟していきましたね。ただまあ覚悟してるんで、もらい球だとちょっと今のコンディションで薄いこのボールって嫌でしょうけども、自分でもこうなると決めていったショットですから、これ入れてくるんじゃないですかね。入りました。こちらもポジションにこだわるというよりは、入れて入れて入れてという精神状態なんでしょう。8番9番は反対側のタンクション沿いに並んでいます。その中央あたりに手玉を持っていきたい。一瞬穴に引っかかりましたけれども、ポケットされました。そしてこのポジションはナイス、うまく入れつないでここで立て直しに成功。残るは9ボールです。これで分からなくなりましたね。入れました。第10ゲーム杉原プロが取りました。3ゲーム連取6対4、差はわずか2つに詰め寄っています。